気だな。せっかくの休日だけど、特にこれといって予定も。よう、久しぶりだな、ユーキリト。なあ、ネメシス、一体どこから。今回はちゃんと玄関から入ったぞ。トランス能力で鍵を開けたがな。そんな堂々とピッキング発言されても。なんだその顔は。どこか反抗的な表情に見えるが。いや別にそんなことは。ところで何しに来たんだよ。そんなに知りたいか。まあ教えてくれると助かるっていうか、安心できるというか。そう怯えるな。そんな子犬のような顔をされてしまっては、うずうずしてしまうだろう。何言ってんだ。ところでお前は今日何か予定があるのか。これといってないかな。今日はみんな用があって出かけてるみたいだし。ほう、それはいいことを聞いた。つまり今現在この家には私とお前しかいないということか。なんか嫌な予感がする。揉め。え？肩を揉めと言っているのだ。そうすれば私がここへ来た理由を教えてやらんこともない。はあ。どうした、嫌なのか。ああ、それとも、もっと過激ですごいことをしたいのか。分かったよ。ちゃんと揉むから、ここに来た理由を教えてくれよ。揉む？どこを揉むつもりだ、ユーキリト。この破廉恥男め。肩だよ、肩。ネメシスがそう言ったんだろう。心拍数が上がっているぞ。ちなみに今のは、お前の友人の小手川という女を意識してみた。本当に何しに来たんだろう。さあ早く肩を揉むのだ。うん。やるではないか。記憶を失おうとも女を喜ばせるテクニックは現在か。あの、肩揉んでるだけなんですけど。よし、合格だ。下僕にしてはいい働きだった。もういいのか。ああ、次は私の番だ。下僕相手とはいえ、相応の働きをした者には褒美を与えるのが主というもの。あのさ、俺ネメシスの下僕になった覚えはっていうか、ここに来た理由を。ってな。どうした、先ほどよりもさらに心拍数が上がっているようだが。ネメシス、急に何を。褒美を取らせると言ったはずだ。好きなのだろう、この柔らかい二つの感触が。なんなら腕だけと言わず全身で味わうといい。ああ、顔をうずめてもいいんだぞ。その、思ったより効果が薄いな。仕方がない、トランスで胸を大きくしてみるか。待った、もう十分だから。おっと、さらに心拍数が上がったな。口では否定しながらも体は正直なようだな、ユーキリトよ。これ以上は本当にまずい。なんとかしないと。ネメス、お礼の気持ちは嬉しいけど、こういうのはちょっと恥ずかしいから。嬉しいなら良いではないか。下僕相手にここまでしてくれる主を持ったお前は相当な幸せ者だぞ。とにかく一旦離れって、あれ、どうした、何を驚いている。あ
いや、その…ユーキリトよ、これはお前の記憶を取り戻すためでもあるんだぞ。どういうこと？何？以前にもこのような姿でお前に迫ったことがあったものでな。もしかするとこうして密着していれば何か思い出すかもしれないだろう。いや、でもこういうのはお前の周りの者たちはみんなお前の記憶が戻ることを願っている。その思いに応えてやりたくはないか？それはそうなんだけど。ならば決まりだな。さあ、主のありがたき褒美をその体で受け止めるがいい、この下僕め。あ、ぐう。おっと、やりすぎたか。気絶させるつもりはなかったのだが。ただいまリト、帰ってるの？まあね、ちょうど家の者も帰ってきたようだしな。今回はこの辺にしておいてやろう。いい暇つぶしになったぞ、ユーキリト。さて、次はどんな方法で下僕化してやろうか。